1976年、昭和51年、アントニオ猪木がミュンヘンオリンピック、柔道金メダリスト、ウィリアム・ルスカと試合をしたのが始まりでした。猪木が世界の格闘家たちと戦うこのシリーズは、異種格闘技戦と言われ新日本プロレスのブームの起爆剤ともなりました。モハメド・アリとの試合は、当時は世紀の凡戦と言われながらも、後に総合格闘技の源流と再評価されました。他にも、モンスターマン、アクラムテール1、そしてウィリー・ウィリアムスとの殺気あふれる戦いに、ファンたちは大熱狂しました。中には、ハズレの相手もいましたが、これをきっかけに新日本プロレスは一気に躍進。1980年で一区切りをつけましたが、異種格闘技戦といえば、新日本プロレスの専売特許でもありました。ところが、1987年、昭和62年3月に、全日本プロレスのジャイアント馬場に、パキスタンのバンド空手、なる競技のチャンピオンから挑戦状が届きます。男の名は、ラジャライオン。なんと身長が226センチ、209センチのババより17センチも大きいのです。しかも年齢も21歳と非常に若い。ちなみにババはこの時、49歳、親子ほど年齢が離れています。ババはこの挑戦を快諾。後に、みんなが格闘技に走るので、私、プロレスを独占させていただきます。というキャッチコピーを残すババとは思えぬ大英断。プロレスファンは、ババが危ない、と戦慄します。来日したラジャは公開スパーリングで、川田を切れさせてしまい、少し疑問符がつきました。しかし、試合前にテレビ番組に出演したラジャは、やはりとてつもなく大きく、やばい、やっぱりババはやられる、とファンたちを恐怖に陥れます。6月5日、日本武道館、ついに、試合の日が訪れます。ルールは3分10ラウンド。勝敗は KO かギブアップのみ。フルラウンド決着がつかなければ、時間無制限一本勝負での延長戦、と完全決着ルールとなりました。対峙する両雄、やはりラジャの方が大きいです。ババは若い頃、フレッド・アトキンスに鍛えられたシュートの実力がある、とも言われていましたが、そこは未知数、若いラジャに対応できるのか。ついに、ゴングが打ち鳴らされます。いきなりこけた。ぐねった。この段階で、ある程度ラジャの実力は分かってしまいました。この後も空手家なのに水平チョップを繰り出したり、その腕をあっさりババに捕まえられ、寝技に持ち込まれた上、結果、変形の腕ひしぎ、逆十字で2ラウンドでギブアップ負け。とんでも試合になってしまいました。この試合が行われた背景には、当時の全日本プロレス、そしてジャイアントババの置かれた状況が、非常に大きく関係していました。この2年前、1985年7月、ババはハンセンに敗退し、PWF ヘビー級王座から転落したのをきっかけに、タイトル戦線から退いていました。代わりに、ジャンボ鶴田、天竜源一郎が一戦に出るのですが、ババの立場としては、まだ悪役紹介に入るほど、セミリタイヤ状態ではなく、非常に中途半端な位置づけにいた時代でした。また全日本プロレス中継が、1985年10月からゴールデンタイムに放送されていたこともあり、1987年春に離脱してしまった長州力らの穴は、前年にデビューした元横綱の輪島では埋め方く、視聴率を取るための話題性が、何としても必要、という事情があったのです。幸い、ラジャは一瞬にせよ、大きな反響を呼びました。ババとの試合に敗れたラジャは、この後、全日本プロレスに正式に入門、プロレスデビューを目指します。ところが当時、全日本の所属だった、ガチガチのシュートに強いビッグジョン・テンタが、ラジャを、スパーリングと称して、徹底的に痛めつけてしまいます。これが、きっかけかはわかりませんが、ラジャは、プロレスデビューを断念。全日本プロレスを去ることになります。その後、様々なところで、ラジャの目撃情報がありました。カレー屋で、アルバイトしているのを見た。ボウリング場で、穴に指が入らず、球を掴んで投げていた。その出身も、もともと新橋のカレー屋で働いていた大きなパキスタン人をスカウトしてきた、などなど。ラジャは、もはや都市伝説のような存在になってしまいます。日本でたった一試合しか行っていないのに、ここまで語り継がれるのは、やはりあの衝撃の試合があったからに違いありません。現在、ラジャは54歳、消息はわかりませんが、昭和の最後に放たれた伝説のズッコケは、今なお語り継がれています。最後までご視聴いただきありがとうございます。良ければ、チャンネル登録といいねを押していただけたら励みになります。